ハロー、大家好、最近過得好吗？皆様こんにちは、お元気ですか？本というのは定期的に見直さないとどんどん増えていきますよね。私自身、本の管理については2年の間に一度も読み返さなかったら処分をするということに決めています。それと、自分の人生を変えるきっかけとなった本は必要なくなるその時までずっと持っているつもりです。私の場合は、断捨離と整理収納に目覚めるきっかけとなった数冊の本だけは残して、あとは定期的に見直しています。自分が予想もしなかったことが起こったり、想定通りにいかないことも多くありますよね。突然何の話？ってことなんですが、私、フィリピンに行くことになりました。もちろんここはまだ台湾です。昨年入籍をしたのですが、そのお相手がフィリピンに派遣されたので、私もそろそろ行くタイミングになったというところです。フィリピンって一体どんな国なんだと不安しかありませんが、行ってみないことには始まりませんね。今日はそのためのビザを取りに台北に来ています。今回の動画はそんなフィリピンに行くまでの1週間をまとめました。ビザを取るのは人生で初めてです。今、台北にあるマニラエコノミック&カルチャルオフィスに向かっています。港前という駅にあります。今回取るのは観光ビザ。30日以下ならオンラインでも取れるそうですが、私は最長の59日、そしてマニラから第三国を往復できるセカンダリービザというのを取得するので、現場での申請になります。無事に申請が終わったので、発行されるまで近くで待機しています。3時間待って無事に発行いただけました。金額はビザが1枚1200元、その2倍で2400元、さらに当日仕上げのスピードコースをお願いしたので合計4000元でした。高い。そのままの足で台北駅へ。向かっているのは台湾銀行本店。なんとフィリピンペソは台湾銀行の本店でしか取り扱いがないそうです。需要が少ないんですね。228公園を通り抜けています。到着しました。由緒ある台湾銀行本店。昔の建物を修繕しながらそのまま保存しているので立派です。1897年日本統治時代からの歴史があり、1938年に建て直しを経て今に至ると書いてあります。重厚感のある扉を入ると、高い天井で日がよく入る空間、昔の銀行って感じがします。この日は台北の友人と待ち合わせ。台北のどこに行きたい？と聞かれ、少し悩んで東門と答えたので、今日は東門駅に来ています。なぜ東門かというと、純粋にここの雰囲気が好きだからです。表の車の通りは広くて、でも一歩路地に入ると店がたくさん並んでいて、可愛いお店や変わったお店も発見できる。でもゴミゴミもしていない、そんな雰囲気の駅なのです。あと、近くには大安森林公園という大きな公園があり、今回も紹介できませんが、土日になるとそこの高架橋下に花市や玉市が広がる、とても面白い場所です。
玉市も面白いのでおすすめです。可以看到毕业湖お昼の待ち合わせなので、まずはディンタイフォンに来ました。相変わらずの行列です。コロナの水際対策中に来て以来なので、とても久しぶり。今こうして観光客の方も多く並んでいる様子を見て、普通に生活が機能していることにありがたさを覚えました。豚肉とヘチマ&エビのそれぞれ5個入りを注文しました。それから定番のチャーハン。ディンタイフォンのチャーハンは油っこくなくて、味付けは濃くないけれど香りが良くて、お米も美味しくて大好きな一品です。デザートには3人揃って好物のタロイモ小籠包を。この皮のもちもち感と中のホクホク感がたまらなく美味しいです。ヨンカンチェを歩きます。目の前にはいつも観光客に人気のかき氷屋さん、特にマンゴーのかき氷。今日は並んではいませんが、相変わらずの盛況です。公園で手作りの物市やってます。来たら必ず散歩する定番コース、人気のスコーン屋さん、何度か来たカフェ、今日は人が多くて断念。緑と住宅の割合がちょうどよく、道も綺麗で歩いていて気持ちがよくて大好きな場所です。次いつ来られるかわからないので、今日は歩き納め。綺麗なハイビスカスが咲いています。ここは日本家屋をそのまま使っているカフェ。一度も入ったことがありませんが、その佇まいが好きで来るたびに覗いています。以前来た時にたまたま見つけたところ、場所も覚えていなかったのですが、今回もブラブラ歩いていたらまた出会いました。一歩踏み入れるとまるでタイムマシンに乗ってやってきたかのような錯覚に陥る空間。外の様子はこんな感じ。ここから入っていきます。地元感です。昔から住んでいる方々なんですね。ガラクタと言っていいのか分かりませんが、いろんなものが置かれたショーケース。実用的なものを売っているお店もなさそうで、前回来た時も半分はシャッターが閉まっていました。土日だからかな。どのお店もふんだんにいろんなものが詰まっています。それとこれは少し驚きましたが、トイレのすぐ横に神棚。ちゃんとお祭りしていますが、生活感満載でなんとも異様な光景です。あれ、なんかちょっと怖い置物発見。謎すぎます。首からドル下げてます。こちらは洋服のお直し屋さん。この理髪店もレトロ。60年続いている理髪店だそうです。ひたすら散歩する。住宅街の中に点在する小さなお店を見つけながら、人々の何気ない日常を眺めながら散歩をするのが幸せです。
かわいいバイク。ずいぶん歩いたのでカフェに入ります。ちょうど席が一テーブルだけ空いていてラッキーです。このカフェは日本人ユニット羊毛とお花から名前をつけたのだそうです。ボーカルの花さんが癌で亡くなってしまったのですが、その友人でありオーナーがこのカフェを作ったそうです。私はアルコール入りのコーヒーを注文しました。一日歩いておしゃべりして夜再び高速バスで長南へ帰宅。今日も楽しかったな。週末2日目はさすがの荷物整理。今回はとりあえず1ヶ月後に戻る予定があるので、万が一忘れ物があった時でも挽回できるという安心感があり少しリラックスしています。そして今回のフィリピン行きの荷物は全て私と共に飛行機の預け荷物で行きます。先に行った夫が大手の引っ越し業者を通してちゃんとした金額を払って済ませたにもかかわらず、荷物を受け取った後日なぜかフィリピン政府から別途高額の関税の請求をされたというトラウマがあるからです。しかもその関税の費用は配送料を上回る金額。その教訓を生かし、今回は雪のフライトだけビジネスにしてもらい、預け荷物32キロを2つ、合計64キロ持っていけるようにしました。幸いフィリピンは夏だけなので、衣類は軽く済みました。お昼過ぎ、親戚のおじさんおばさんと共に新鮮な果物が届いたので休憩タイム。引き続き荷物を詰める詰める。夜ご飯は隣のおばちゃんが作ったちまき、美味しかったです。フィリピンに立つ前日まで仕事をしています。お休みを取ったのはビザの申請に行った日のみ。この状況に周りは心配と驚きの声がありましたが、時間があると結局のんびりやってしまう性格というのを自覚しているので、あえて空白の時間を作りませんでした。そして出発前日まで仕事を続ける最大の理由は、ゆっくりできる時間があると感傷に浸ってしまうかもしれないと思ったからです。忙しくしている方が台湾を離れる寂しさに思いがいかなくて済むというのがありました。皆さんはどんなタイプですかね。夜、引き続き黙々と最後の詰め込み作業。出発の日、当日でさえ全然実感が湧きませんが、最後にしっかり確認をして行ってきます。2匹いる羊は1匹だけ持っていきます。台湾が好きで楽しみに見てくださっている方もいるので、この先あまり台湾を紹介できなくなるのがとても残念で、
とはいえちょこちょこ帰ってくることもありますので、その時また台湾紹介をお届けしたいと思っております。これからはフィリピンの生活紹介が多くなるかもしれません。まあ私にとっても未知数ではありますが、これに懲りず引き続きフォローいただけたら嬉しいです。行ってきます。これからも楽しんでいただけるような動画を作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた。今天影片到这里，谢谢大家，下次见喽，拜拜。